1979年2月11日、ハワイ・マウイ島から海釣りに出かけた5人の男が消息を絶った。10年後、3000キロ離れた無人島で5人が乗っていたボートが発見されるが、その島に彼らの姿はなかった。5人の身に一体何が起きたのか。1979年2月11日、ハワイ・マウイ島の南東に位置するハナ。その日、ハナの上空には雲一つない青空が広がっていた。この町に住むスコット・ムーアマンは朝から建設の仕事をしていたが、ふと手を止めて海を眺めるとまるで湖のように穏やかだった。こんな天気のいい日は海に出ないともったいないな。スコットは作業を中断し、今から海釣りに行こうと友人に声をかけた。この小さな町では天気が良ければ海に出る、仕事は後回しなのだ。スコットの呼びかけに応じたのは同じ町に住むピーター・ハンチェット、パトリック・ウーズナー、ベンジャミン・カラマ、ラルフ・マライアキニの4人。スコットは知人から小型船サラ・ジョーゴを借りて、ビールやドリンク、スナック菓子を買い込み、午前10時ごろハナの港を出港した。サラ・ジョーゴが向かった先はハワイ島とマウイ島の間にあるアレヌイ・ハハ海峡、ハワイで最も荒く危険な海域である。世界最大の火山マウナロアの横を流れるこの海域は最大水深2000メートル。海上には南西に向かう強い表層流があり、普段は荒波が発生しているが、この日はさざ波程度の波しか立っていなかった。しかしこの時、マウイ島近くで発生した低気圧がアレヌイ・ハハ海峡に近づきつつあった。ハナにはテレビ局がなく、ラジオ局もマウイ島の西側を中心に天気予報を出すので、ハナの人々は天気予報を見ずに海へ出ることが常だった。誰もこの危険な低気圧に気がついていなかったのだ。スコットたちが出港してからわずか2時間後の正午、天気は急激に変わり始めた。空は雨雲に覆われ、穏やかだった海はうねり、普段は東から吹く風が山の方から海へ出ていた。ピーター・ハンチェットの父、ジョン・ハンチェットは釣りに出かけた息子が心配になった。それは今までに経験したことがない天気の急変ぶりで、何か大きな嵐の前触れのように感じたからだ。ハンチェットのその嫌な予感は間もなく的中した。非常に強い台風がマウイ島に接近し、アレヌイ・ハハ海峡に大波が立ち始めたのだ。こんな好天ではスコットたちが乗る小さな船はひとたまりもなかった。ハンチェットは漁船に乗り込み、息子たちが釣りに向かった方角に800メートルほど船を進めてみたが、サラ・ジョーゴーの姿は確認できなかった。この時嵐は刻一刻と勢いを増し、波の高さは12メートルにまで達していた。これ以上の捜索は危険だ、そう判断したハンチェットはやむなく港に引き返し、沿岸警備隊に通報した。午後5時、沿岸警備隊はヘリコプターを出動させ捜索を開始したが、悪天候のためすぐに引き返した。二次災害を防ぐためにもこれ以上の捜索は不可能だった。この嵐の影響でハナの大部分が浸水し、多くの家屋が強風の被害を受けた。それはハナの町が過去50年間経験したことのない災害だった。翌日、沿岸警備隊が本格的に捜索を開始するが、それは簡単なことではなかった。スコットたちが釣りをしていた正確な場所がわからなかったので、あてもなく広範囲を探し回らなければならなかったからだ。結局それから5日間、44機の飛行機が5万6000平方マイル以上の海域を捜索したが、サラ・ジョーゴーとスコットら5人の痕跡は発見できず、正式な捜索は打ち切られた。捜索が終了しても残された家族や友人は諦めなかった。ハナの町の住民はもちろん、各地のボランティアや国立海洋漁業局の海洋生物学者ジョン・ノートンも捜索に加わり、マウイ島の周辺海域がくまなく捜索された。捜索は数ヶ月間続けられたが、手がかりとなるものは何一つ発見できなかった。捜索に加わったボランティアは5人の身に何が起きたのか見当もつかないと語った。
それから1年後、5人のための追悼式が行われた。結局この1年間、5人の行方は不明なままだった。もはや彼らが生存している可能性は限りなく低いだろう。誰もがそう思っていた。それでも残された家族はごくわずかな望みにかけて捜索を続けたが、その後も全く手がかりはつかめなかった。サラ・ジョー号が消息を絶ってから10年後の1988年9月10日、かつてサラ・ジョー号の捜索に加わっていた海洋生物学者ジョン・ノートンは、マウイ島から東へおよそ3000キロ離れたタオンギ環礁という無人島に向かっていた。海洋生物学者であったノートンは、マーシャル諸島政府に依頼され、アオウミガメの野生生物保護区にふさわしい場所を探していたのだ。マーシャル諸島の一部であるこのタオンギ環礁は、海よりわずかに高い乾燥した土地である。島全体に低木の植物が自生しているが、人間が食べられるようなものはなく、淡水もない。記録によれば、第二次世界大戦中の1944年に連合軍から逃れた数人の日本兵が唯一の居住者であった。航路からは遠く離れており、最も近い陸地は西に300キロ以上離れている。あまりに孤立しているため、過去にアメリカの原爆実験の場所として真剣に検討されたこともある。ここは人間にとっては居住に適さない過酷な環境であるが、ウミガメにとっては楽園だった。ノートンはアオウミガメの生息に適した砂浜を見つけると上陸し、辺りの探索を開始した。ところが、上陸して30分も経たないうちに、砂の中から何かが突き出ているのを発見した。よく見るとそれは5メートルほどの小さな船で、側面には HA の文字が書かれていた。ハワイ・マウイ島に住むノートンは、これはハワイで登録された船であることを知っていた。ボートを覆い隠していた砂を取り除くと、さらに SAHJ の文字が見えてきた。一部がかすれていたが、この文字は間違いなくサラ・ジョーと読める。驚くべきことに、その船は10年前マウイ島沖で行方不明になったサラ・ジョー号だった。もしかしたらスコットたち5人はこの無人島に上陸し、今も島のどこかで生存しているのではないか。そう期待したノートンは、仲間と共にこの島全体を探すことにした。ボートのあった場所から100メートルほど島の内部へ進むと、サンゴの石を積み上げて作ったケルンのような人工物に出くわした。その積み石には流木で作った粗末な十字架があり、石の隙間からは人間の顎とおぼしき骨が露出していた。ノートンが慎重に石をどかすと、いくつかの人骨と燃えかけの9センチ四方の紙の束が出てきた。それは見たことのない便箋のような白い紙で、中央に小さな正方形のアルミ箔が貼り付けられていた。この奇妙な紙は一体何なのだろうか。ノートンはさらなる手がかりを求めて島全体を探したが、結局見つかったのは墓のような積み石と何者かの骨、そして一緒に収められていた紙の束だけであった。それから数日後、ノートンから報告を受けたアメリカ沿岸警備隊は、ホノルルの陸軍中央監視署から2人の法医学専門家を派遣し、遺骨の身元を確認することになった。専門家が到着すると、墓の中からさらに人骨の破片が発見されたが、完全な骨格が見つかることはなかった。遺骨はハワイに運ばれ、歯の記録と照合された結果、行方不明になった5人の1人、スコット・ムーアマンであることが特定された。この発見はスコットの家族に悲しみをもたらしたが、それでも過去10年間何の手がかりも発見されなかったことに比べれば大きな進展だった。もしかすると他の4人はどこかで生きているのではないか。そんな希望を残された家族に与えたのだ。家族は真相を解明するため、私立探偵スティーブ・グッドナウを雇い、残りの4人の消息を探らせた。グッドナウはタオンギ環礁を訪れ、ボートが見つかった近くの海中に潜って手がかりを探した。すると海底でサラ・ジョー号の船外機がサンゴ礁に突き刺さっているのが見つかった。
他に墓場から数メートル下で一握りの人骨が見つかったが、鑑定の結果骨はスコットのものであることが判明した。その後グッドナウは島全体を探したが、それ以上何も発見できなかった。調査を終えたグッドナウはこれ以上探しても何も見つからないだろうと断言した。結局残り4人の行方は現在も判明していない。彼らの身に一体何が起きたのか。この謎を解くためグッドナウは次のような仮説を立てた。当時マウイ島を襲った激しい嵐はアレヌイハハ海峡に最大12メートルもの大波をもたらした。5メートル程度の小型船だったサラジョー号がこの大波に耐えられるはずもない。船に乗っていたスコットの友人たちは次々に海の中へ放り込まれていった。スコットはロープで船と体を結び難を逃れたと考えられる。しかし嵐から生還したスコットを待ち受けていたのはどこまでも続く広大な海。嵐で操縦不能となったサラジョー号はなすすべもなく海流に乗って西へと流されていった。後に行われた調査によれば、海流に流されたサラジョー号が3000キロ離れたマーシャル諸島にたどり着くまでの時間はおよそ3ヶ月。そこに至るまで陸地は一切存在しないため、わずかな食料しか持参してこなかったスコットは飢えに苦しみ、そして照りつける強い日差しに体力を奪われ亡くなったのだ。やがてスコットの遺体を乗せた船はタオンギ環礁に流れ着いた。このスコットの遺体を埋葬したのは一体誰なのだろうか。その手がかりは墓の中から発見されたあの奇妙な紙にあった。実はその紙は台湾や中国、東南アジアの一部地域で祖先崇拝や死者の埋葬に使われる叙述紙、孔紙と呼ばれる紙に酷似していた。叙述紙は来世の幸運を象徴するもので、死者を埋葬する際に燃やされたり遺骨と一緒に埋葬されることがある。スコットの遺体を埋葬したのはアジア人だった可能性が高いのだ。サラジョー号がタオンギ環礁に流れ着いて間もない頃、マーシャル諸島へ漁に来ていたアジア系の漁船は偶然砂浜に打ち上げられたサラジョー号とスコットの遺体を発見した。おそらくこの時スコットの遺体は白骨化し、骨はバラバラになってボートの周りに散らばっていたのだろう。骨の一部は海に引き込まれ消失していたかもしれない。彼らはできる限りそれを拾い集め海から離れた場所に埋葬した。船にはハワイで登録されたことを示す HA のマークが記されていたため、遺体の人物はキリスト教徒ではないかと推測し、流木で作った十字を墓に置いた。その際彼らの慣習に従って叙述紙も一緒に埋葬した。彼らが当局に報告しなかったのは違法に漁業をしていたからだと言われている。そのような無法者が偶然発見した遺体をあのように手厚く葬るか疑問だが、案外死者に関しては迷信深い一面を持っていたのかもしれない。グッドナウが主張した説は一定の支持を集めた。しかしこの説では解明できない謎が一つ残されていた。実は遺族によれば、サラジョー号が行方不明になってから6年後の1985年、アメリカ政府はタオンギ環礁で調査を行っていたという。その時サラジョー号の痕跡は見つかっていなかった。もしこの話が本当だとしたら、サラジョー号が消えてから政府が調査するまでの6年間船はどこにあったのだろうか。マーシャル諸島周辺の海流を考慮すると、6年もの間付近の海上に船が留まっていたとは考えにくいという。5人は何らかの事件に巻き込まれた可能性も考えられるが、その場合スコットの遺体だけ埋葬されていた理由が説明できない。やはり政府の調査が正しく行われていなかったのではないだろうか。タオンギ環礁は複数の島が連なる長さ15キロ余りの島である。一つ一つの島を詳細に調べることは難しいため、捜索隊はサラジョー号を見落としたのかもしれない。マウイ島沖で消息を絶ったサラジョー号、その真相は未だ謎に包まれている。